どうも、天心向井です。えー、スーパーカブ、うん、第8話、えー、見てですね。あのー、なんだろう、もうこれね、スーパーカブの感想って、毎回一緒になると思うんですよ。うん。スーパーカブのいいところっていうのは、まず、本 本当にゆっくりと、しっかりと、お時間を使って、えこの、なんだろうな。世界をしっかり表してるっていうのが一個ですよね。本当に、えアクセせくバタバタ、ドタバタするんじゃなくて、本当にゆっくり、はい、進んでいくところがまず一つの魅力だと思いますし、で、えそれはまあ一つ目ね、ゆっくりと過ぎる時間。 うん。で、やっぱ二つ目は、えぇ、ー、小熊、麗子、そして、まあ、七話から、えー、出てますし、この、それぞれが、ゆっくりと、影響を与え続けている、この関係性のリアルさ、ですよね。うん。 出会った、だからこうだ、こうなって、どうなって、こうなってっていう、それこそ、あのー、展開として早く、えー、それってアニメになれた人間からすると、非常に味付けも濃くて、わかりやすくて、えー、求めやすい展開ではあるんですけども、そこを求めない。うん。本当にじっくりじっくりと、ね、えー、小熊玲子が距離を詰めたように、C も今回、 7話から8話。じっくりじっくり距離を詰めていくっていうのが、なんかリアルなんですよね。結局やっぱりその日に出会って、ね。 なんか一緒になんかやろうよわー。それじゃあ家行こうよわー。家来てわー。すごい積極的。あ家来た、えー。じゃあお菓子食べようわー。なんで、えー。恋バナでもしよう。そんな人いないよ。ははは、えー。こういうのも全然ありです。僕大好きですが。このスーパー株においてはもう真逆。うん。そういうことじゃないんですよ。っていうのが、やっぱり、このゆっくりとした、ほんとスローライフ的な、 世界観にスローライフ的な展開が乗ることによって、より我々はこのスーパーカブを見ることによって、本当に、リアルな、アクセクしてた、このドタバタの世界から、ファッとその音が消えて、見てるテレビから風を浴びるんですよね。これ ってすごいんですよ。つまりやっぱり世界に没頭する方法って前のめりに入るんじゃなくて入らなくても一緒にゆったりとした時を過ごせる一緒の世界にダイブすることって可能なんだと思わせてくれるっていうのが僕はスーパーカブの魅力だと思うんですね。うん。そういう意味じゃあもう皆さんもおそらくね、 うん、か、ギアを上げて顔を上げたわけですよ。顔を上げた瞬間に浴びた風がスーパーカブなんですよ。そして三つ目、えー、これはやっぱあの、色の入る瞬間がやっぱりもう毎回、これね、正直ここまで行きますと、やっぱり少し大喜利がかってくるんだと思うんですよ。僕はそのアニメの中でどこで一体、 えー、色を入れるんだとかね。まあ、そうじゃない時もあろうけれども、えー、今回も、やっぱ笑った後にファッと色が入り出した瞬間って皆さん的にどう思うすごくない僕はね、やっぱりあの、うん、小熊がやっぱ玲子の影響を受けながら、うん、まあ今回の、あのー、ね、C のお店の うーんコーヒーを買えるあたりとかもすごくそれが顕著に現れる表現だったなと思うんですけど、やっぱり、あのー、影響を受けながら、それぞれの意見をん受け止めながら、えー、でも確かにそっちも楽しいよねっていうような、うん、お互いの可能性をお互いが広げ合ってるっていうことが、非常にね、青春なんですよね、これって。むちゃくちゃ青春してると思うんですよ。 で、そしてまたそこに C が加わることによって C の可能性をまたお互いが広げ合って、そしてお互いの可能性だけじゃなくて C の可能性も広げていくっていう様が見れるんだろうなと思うと、もう本当に、冴えてくる、頭が。うん。なんかね、本当にこのまったりしてる回だと思うんですよ。そもそもまったりずっとしてる。今のところ、うん、それでいいと思うし、うん。 ね。こんなにまったりして、こんなに癒されながら、やっぱり心はずっと動いてるし、やっぱり子熊が前向きになっていってる、子熊は積極的になっていってるところはものすっごいいいと思うんですよ。ね。ハンドルカバーにしてもそうだったと思います。このハンドルカバーを自分が押して、そして0子も買うっていうことって、これ本当に すごいことだと思うんです。やっぱり影響って僕はやっぱ波だと思ってて、この何かにバシャーと入ってそれがさーっと戻っていく。それが自分じゃないにしても、どん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 その波の情報を得て、その砂浜自体はどんどん違うもんになっていくっていうのが、やっぱりそれが影響だと思いますし、うん。その素晴らしい波を受けていってる。 そして砂は砂で波に影響を与えていってるっていうのも事実あるわけで。っていうことが僕は今ね、すっごくこの8話見て思いましたね。うん。で、本当に砂浜と海の例えは、本当になんか、うん、おしゃれな例えだね。うん、うん。なんて思います。でもやっぱりこういうふうにあれこれね、解説してますけど、結局、C のあの衣装可愛いよね、とか。 ねえ。いやいや、そうなんですよ。にーって笑うところとかはやっぱ、笑顔が可愛いとかね。ああ。結局、そこになっちゃうかなと思いましたよね。うん。なんか、なんだろうな。これでいいんですよね。結局、どん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 やっぱりあのー、 アニメに求めてるもんって一体何なんだっていうことにおいて、スーパーカブを好きだ見るっていう方は、まあ当然このスーパーカブという、え、機体を、機種をね、乗り物を好きだっていう方も当然おられるけど、そうじゃなくてやっぱりこれを介しての女の子の心を覗いてるみたいなことだと思うんでね。うん。いや、でもね、とにかく良かったです。そして9話、氷の中。 ですかええー、大丈夫まさかの氷河期突入いや、寒いって売りはあったけどね。あ,あ、そうか。寒いって売りがあったから、氷の中ぐらい寒いっていう話なのかなうん、そうかそうか。さすがにあれが不利で、急に次からき、 評価期になりましたや、あれへんが。うん、まあなんて、えー、言ってますけれども、本当に毎回、えー、すごく癒されて、はい、えー、心が、すごく、満たされている作品です。素晴らしい作品、ありがとうございました。はい、ということで、もしよかったらチャンネル登録や高評価もしていただければと思います。ということで、以上、天使向かでした。ありがとうございました。